こんにちは。ジャーマンアリス通信販売花咲かじネット店主の清水です。今日は2020年4月21日です。ここ高崎ジャーマンアイリス園の新しい畑からお送りします。先日また雨が降りまして、ジャーマンアイリスの葉の方もだいぶ伸びてきました。はい、今日はこの新しい畑で今年初めて花を咲かせる白紫のミニ系のプリカータの花が咲いています。はい、こんな感じですね。草丈はミドルの感じですね。ちょっと小さめです。ミニ系ですね。はい、先日古い畑の方でもこの花が咲き出しましたが、そちらの方はもうちょっと草丈が高かったような感じです。はい、隣の方でブラタントの方も花の茎が伸びています。今年は花の芽が伸びるのがちょっと少し早い感じですかね。4月中に花が見れるような感じになると思います。あとこちらの方でペルシャベリーという花茎が伸びています。こちらの方にも花の茎が伸びていますね。プライムクレイジーですね。こちらの方は密集して生えているので花の茎がまだ伸びていませんが、そのうち伸びると思います。リンゴですね。昨年にだいぶ株を増殖しました。だいぶ密集して生えています。はい、こちらは古い花ですね。こちらの方が花を咲かせようとしています。ジャーマンアイリスというよりもアヤメというような感じでしょうか。はい、上が青、下が紫という名前で出している品種です。古い品種ですね。こちら昭和の初期に日本に入ってきた花だと思います。あとはこのように密集して生えているのはまだ茎があまり出ていませんが、ところどころで花茎が見えています。こちらの方も古い品種ですが花茎が伸びています。はい、こちらの方も花の茎が伸びてきましたね。これからどんどん花の茎が伸びてくると思います。はい、昨年にジャーマンアイリスの株の方がダメになったのがありまして、このように何も葉が生えてないようなところがありますが、今古い畑の方からヘメロカリスを株を持ってきまして植えているところです。はい、このような感じで残ったジャーマンアイリスの間にヘメロカリスを植えています。まだまだ半分も植えていないので、これからまだまだ植えていきたいと思いますが、植えるところがなくなるぐらい株はあります。はい、こちらの新しい畑の方にもヘメロカリスの方も植え替えていきたいと思っています。はい、それでは失礼します。